稲垣義邦です。今回の動画はマンション、アパートを借りる際の基礎ですね、の第2弾になります。まずですね、家賃どのぐらいの金額まで私は払えるのかな。もちろん30万円のですね、給料の方が30万円のところに住むわけにはいかないので、大体の基準というのがあります。これはこのぐらいがいいですよと言われていて、さらに審査の基準にもなっているものになります。額面給与の3分の1になります。で、年収の換算になりますので、ボーナスを足した、年収の3分の1までの支払い以内というのが適切であるというふうに言われています。で、続いてなんですが、仲介手数料無料物件というのが世の中にはあります。以前の動画でもですね、ご説明したんですけど、貸主からですね、業務委託料というものが支払われる物件があります。で、業務委託料を受領したからといって仲介手数料を取れないってわけではないんですけど、もちろん業務委託料を受領して仲介手数料をいただく、そういった不動産屋さんもあります。ただ世の中に出ている仲介手数料無料物件に関しては、業務委託料だけを受領して仲介手数料はいらないですよと言ってる物件のことになります。で、必要書類です。審査時と契約時があります。で、審査時に関しては身分証と保険証、こちらは表裏のコピーが必要になります。物件によっては収入証明が必要になるケースもあります。内定者の方でしたら内定通知が必要になります。契約をいただくときですね、住民票、これは3ヶ月以内の原本が必要になります。で、印鑑証明、実印で契約書に押印してくださいという契約の際は、印鑑証明3ヶ月以内の原本が必要になります。保証人さんがついている物件に関しては、保証人さんの印鑑証明3ヶ月以内の原本が必要になります。